私は炎のフェニックス。魔界のものの力が及ばぬよう、虹の壺の中に私自身を封じ込めていましたが、救世主渡る、あなたの力で蘇ることができました。今こそあなたに 炎のフェニックスの力を授けましょう。これが炎のフェニックスの力。さあ行きなさい。総会山に平和の光を取り戻すのです。超力変身。 剣王、たとえ良き心なき者でも、その心の奥にある真の心で剣王の剣を蘇らせることができる。今こそお前と龍神丸に私の力を授けよう。正しき者のためにその力を使うのだ。 私はこの階層を司る聖人、月の女神ルルナです。魔法はまやかし、真実をゆがめてしまう。けれど真実の力にかなうものはないのです。
渡る。あなたはトラオを信じ続けました。友達であることを信じ続けたあなたは、その友達の刃すら恐れなかった。救世主よ、今こそあなたに月光の力を授けましょう。 ドナルカミ城へ送るための虹をかけてあげたかったのですが、もうその力もありません。西へ向かうがいい。そこにある虹の祠に行けばお前たちの力で虹がかけられる。渡る、これを持っていけ。この勾玉は今は何の力もありません。でも清らかなる魂の雫に触れれば力が蘇る。虹をかけることができます。 第六階層、総階層、頼む。渡る。マリン様、私たちの残った最後の力でお前に雷神の兜を与えよう。雷神の兜です。白虎龍神丸に変身して雷神の兜を装着すれば氷河雷竜拳が使えます。超力変身。 月光、剣王、4つの力よ。
第七階層を守る力です。このマガタマの力で龍神丸は超魔神に変身することができます。行きなさい、渡る。